じゃあ、マキナちゃん、はい。これからプロゲーマーの道を目指すことになるわけだけど、全然ゲームあんまりやったことないでしょ？ないっすね。まずは最初ファミコンから、ファミコン。ファミコンからやっていきましょう。はあ、はい、じゃあ、今日のゲームは、はい。こちら。はあ。とりあえず初めからを選んでもらっていいかな？何もかも情報量が少なすぎる 初めから選んでもらって。ダウンタウンスペシャル。ダウンタウン？くにおくんの時代劇だよ、全員集合。いや、来たねー。やっぱこれでしょう。最初はこれでしょう。何これ。くにおくん知らないの？知らないっすね。いや、やっぱりね、幕末志士をリスペクトするミカミックスとしては、はあ、やっぱここから入っていかないとね。あ、ここから入らないとやっぱり。はいはい。俺もだから超久しぶりだから。あ、そうですか。こんなやついたっけっていう。ああ、おっさん、おっさん、このおっさんなんだっけ。知らないです。なんかまんじゅうみたい。確かに。しかも最初長いね、意外に。長いですね。ペペンペンペンですね。なにこれ。俺鶴松ね。鶴松。じゃあ俺鶴松だから、マキナちゃんが、うん、国政主役の。国政。国政。ああ、国、え、国、国政ね、はい、国尾くんね、国、え、うん、ことちゃん、おことちゃん誰だっけ、長谷部さんだったの。知らない、確か。知らない。長谷部はサッカーの人しか知らない。むしろサッカーの人知らない。この人は誰だよ。クッキングパパでしょ。朝次郎、朝次郎、朝次郎。これゴーダ、ゴーダ、たけしじゃん。ゴーダたけしちゃんやん。いや、でもゴーダはイケメンキャラだから一応。あ、そうですか、うん、大好き。イケメンはいいと思う。クッキングパパだけど、親分がお待ちかねで。あ、違う、こっちがゴーダだ。どれがゴーダ。朝次郎はあれだ、全然違ったわ。朝次郎はあの人よ、蓮舫学園の。蓮舫学園の生徒会長。え、文蔵がゴーダだ。そらそら思い出してきた、思い出してきた。何もかもが虎蔵は誰だか分かんない。虎蔵は長谷川です。知らない。長谷川虎蔵です。ググレググレイ。お話は聞いておりやす。足任しといておくんなせ。何しろって言ってたっけ。全然読んでないんだけど。私も読んでないです。長谷川虎蔵に反応してただけです。ありがてありがて。お、ちょっと待って、ゲームモードは、うん、1プレイと2プレイで、1プレイが、うん、マキナちゃんなんで、はい、国政でしょ、うん、で2プレイが、鶴松なんで俺で、このまま対戦でしょ、協力じゃなくて。対戦対戦対戦とかあるんですか。協力にすると、うん、味方の攻撃が当たらないのよ、うん、対戦にすると、うん、味方の攻撃が当たるから、こうやって。じゃあやめてくれない。でその設定をもうちょっと変えるから、ちょっとこれね、 Wii のねバーチャルコンソールでやってるんで、はい、Wii リモコンになってます、コントローラーは、はいはい、ちょっとプラスを押すと多分、そうだね、出るね。ここは動かせるから、ちょっと待ってね、設定をいじって、まだ出した難易度普通でいいでしょ。メッセージスピードまあ早くていいか。で水流はめんどくさいからなしで、影響もなしでいいや。水流だと名前を変えよう。はい、待って、名前どうやって変えるんだっけ。ゲームモードだっけ。ゲームモードにしてプラスを押すんだっけ。あれ今プラスしたマイナスだっけ。じゃあもう一回プラスをして。あちょっと待って、ゲームモードにしてマイナスを押す。マイナスを押す。あ、来た来た。じゃあこれをマキナに、マキナ、うん、してもらって、そのまま打ち込んでいけば大丈夫。これどうすんだ、消せる。マキナさん、あ、できなかったから消す。よし、進む、うん、いいじゃん。終わる。あ、俺はちょっと待って待って待って、でもう一回マイナス押して、で、あ、来た来た。あ、力五郎とかいるじゃん。力五郎、文蔵、重吉。知らない。これ山田だね。山田。これ達一、達治、金助、あ、ゴンサク、西村だね。鶴松。じゃあこれとりあえず、はい、ミカミクス入らんから、うん、入らんから、まあ、手下だね。まあ、マキナちゃんの手下なんで。そうだった、ね、そう。知らなかった。もう従順な手下だから。あ、そういう、うん、よし、じゃあここで行こう。はいはい。ちょっと待ってね、一応ステータスとか確認しておこう。ステータス、マキナちゃんのステータスは基本全部15だね。パンチ、キック、武器、武器投げ、素早さ、バネ、バネ、防御、打たれてるさ、バネはジャンプ、ジャンプで、手下も一緒だね。おお。これどうやってレベル上げするんだっけ。あ、でここに敵がいるんで、敵、はい、敵も移動してるから。あ、そうですね。
ちょっと待って、待って、待って。これスタート、プラス。はい。ってことが入れるのよ。これさっきの。お帰りなさいと。仲間を変えられるわけよ。今誰がいるの？仲間を変える。へい、喜んで。手下しかいないね。イケメンを増やしましょう。そうか、イケメン。多分さっき名前を変更する人たちしか出てこないと思うんで。あ、そうですか。ちょっと薬屋さんに入ってみよう。薬屋さん。超久しぶりだからさ。よいしょ。いらっしゃいませ。ちょっとわかんないから、いいか、買わない。買わない。なんかね、ステータスアップするやつがね、どっかにね、売ってると思う。七や、よろずや。あと必殺技もあって。必殺技。あ、木綿の、あ、これが装備か。あ、なるほどなるほど。マッハパンチを買うとマッハパンチができるようになる。すごいっすね。まあ、何その。スクリュー買うとスクリューができるようになるから。すごい。だって金がないね。そうっすね。うん、とりあえず金を貯めよう。敵を倒して。そうっすね。じゃあ買わない。買わない。俺もいいや。よし、じゃあどっちだ、こっちの方にいたよね。一回一回ね、地図を確認しないといけないんだけど、ここでね、乗れるんだよね。ちょっと待って、どうやってんだっけ。あ、これ、あ、そうそうそう、あ、でも何も言ってない。よし、行こう。お願いします、マキナさん。あ、右2回とかでダッシュ。おお、おお。で、上かな。出会い、出会い。出てれー。あ、コウズケの国に行きましたと。ほー、いないね。ちょ、もう一回あのマップを開いて。マップ、うん、あのプラスを押して、うん、あれ、ツルがね、あ、来たか、コウズケに来た。来た、なんか来た。来たよね。来た。ちょっと待って、これが、待って。で、プラス、うん、プラス。よし、コウズケのどっかにいるからマップを移動しよう。走ってこっちにいるかな。待て、エッチューの国に行っちゃったね。エッチュー行っちゃいました、戻ろう。エッチュー。で、ここ水があって、さっきの水流がね、はい、影響するんだけど、それやるとちょっとめんどくさいから、あ、流れたりする、うん、なしにした。そうそう、あれ、いない。もう一回戻るか。戻るってそっちの下ね。下ってこっち。ついてきなさい、手下についてきたまえ。石っていうか岩だね。岩、石はね、小さいやつが別にあるから。へえ。駿河の国にもいた気がするから、一回一回ね。よし、ちょっと左に最初の町みたいなところ。いけない。なんで、なんか早く来てよ。どこいんの、どこに突っかかってんの。お地蔵様に捕まった。これクリアするのどんくらいかかるんだ。あ、いたこっちだ、こっちだ。いたなんで。あんまりきついとな、マップ変わっちゃうからね。ちょっとこっちにおびき寄せよ、真ん中の方に。こいや、よし、こいや。なんか持ってる。国はキックが強い。おお、キック早いから。マッハキック、うん、あ、待って、マッハキック。あ、これすんげー減るんだけど。マキナさん死んでしまう、このままだと。マキナさん、あと敵を倒すとね、お金落とすから。へえ、うん。で、お金はもう本当に個人別なんで。個人別、うん、じゃあいっぱいとりあえず稼がねば。で、うまくね、こう同じところに行くと両方取れるけど。あ、すまんね。とりあえず金が必要だから。お金、世知辛いよな。あー、痛い。あ、マッハキックはやっぱちょっと攻撃力が弱いのか。早いけど弱い。パクリ多倍。あ、マッハキック2とかもでもあった気がする。またこのお金を、お前がパクる。これあの奪い合いだから、お金は奪い合いです。で、ボスは、あ、スパルタ教育や、スパルタ教育、うん、もうお金あげるとか甘いこと言わないから。あ、そういう。自分で稼ぐで、人の倒した敵もむしろ自分で殴るみたいな。分かります、はい、背後から殴るというからこういうことですね。そう頑張れる、確かに。あれでね、ボスが出てくるはず。あ、まだか。敵を全員倒すとボスが出てくるんで、ずっと倒していけばなんか物語勝手に進むのかな。
左に行こう。あ、いた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 。これ挟めば多分ね、すぐ倒せると思うんだよね。ははっ、最初の敵だから。意外にタフだな。タフですね。ボスですからね。あっちで倒すとお金があっちに行っちゃうから。あー、そうです。やばい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 。普段の恨みつらみが。いや、そんな恨みなんてないよ。じゃあこれをあげよう。お、いっぱいある、いっぱいある。あ、やったー。で、ちょっとプラスを押して、プラス、はい、で、これだとあれだから敵いっぱいいんの。これ何をしたらゴールですか、このゲームは。なんか言ってたじゃん最初に。あ、これでお金が見れるから、ちょうど2人とも300円だね。300もん、イエーイ。でボスの上げ値を上げたから、これが慣れないから、よし。で、体力、早速体力ないね。ないっすね。100円稼いだけどさ、100円使っちゃうことになるよね。体力回復させると。あー、宿屋とかどうするか。宿屋は、ここ。俺も忘れちゃって、とりあえず寝てみよう、いくらかかるか。泊まり100円だ。ちょっと、いいなよ。さっきの戦いは、いいなよ。これ、個別だから。個別ですか。どうする？止まんない。止まらないの？バレ止まらぬ。もう止まろう。引かぬ、こびぬ、帰り見ぬ。手下は寝た。よし。やったー、体力いっぱいだ。よし、行こう。ちょっとまた右の方に行ってみよう。あ、なんだ。大変だよ、大変だよ。おことさんが育ってったのは二人組で、動けない早い奴らで、足がいながら申し訳ありません。三吉って誰？誰？ひでえ奴らは許せねえ。終わり？終わり。こうやってなんか物語が多分進んでいくから、敵を倒していくと。はぁ。まず敵のいるところに行かないとね。そういう感じですね。で、いちいちマップを確認しなきゃいけないのがちょっとめんどくさいんだけど。なんか勝手に死んだ。うん、なんでぶつかると、ぶつかるから、壁にぶつかったらだって痛いから、痛いでしょ。痛いから、うん、そういうこと、うん、そういうこと、そういうこと。ちょっとじゃあ敵がいるかどうか確認して。で、1 多分 A とか B とかって言ってわかる。多分俺は A とか B とか言った方があれなんだけど。あ、うん、今押したのは A ですか。そうだね、 A。 今押したのは A、うん、そう。あ、コウズケに来た。コウズケに来たけどさ、うん、で、プラス。プラス。ここ行ってるときはプラス。コウズケって、ここの他なくない？ないですね。こっち行くだって戻っちゃうよね。で、さっきのところ行くと水流になるから。あ、いた。いた。じゃあ、遅い。ここは動きが遅くなっちゃう。なんで？で、下が、砂利だから。砂利？知らない。ここはちょっと俺、体力があるから、手下に。いけいけ。金をもらってこう。頑張れ、頑張れ、イエーイ、イエーイ。ビョビョってなったよ。ビョビョってなった。なんだろう。あ、来た。また来たよ、また来たよ。いた、ボッソボッソボッソ。こっち1畳だ。1畳の顔してる。1畳。ちょ、ほんと戦いづらい、ここ。待って。あんまり近づくと。攻撃が当たってしまう。暗い。マッハ救急か。あ、できる、これだ。強い。マッハ救急。お金。お金。イエーイ、お金。世の中ね、買うかお金かなのよ。そうだよ、買うか金だよ。怪物ですよ。これはね、痛感してるよ。つまり、顔もお金も持ってる私は最強ってことですね。顔もお金も持ってない俺は最低ってことだよ。なんかの攻撃がすげえ、これ超強い。なんだ、ジャンプキック超強い。ジャンプキック、ヘイヘイ。ただここは本当に戦いづらい。生きてるし。あー、待ちた。とりあえず金。おっかねえ、おっかねえ。ちなみにこれ死ぬとどうなんだっけ。え、しますあれ、お金が取れ、痛い。石を拾う。これジャイアントシールしかできないのか。石を投げる。あ、そう、拾って投げるのは、
左の方のその1ボタンで、そのまま石をなんていうの振り回すのが右の2ボタン。一回拾う、あ、だこれ重ならないと拾えないから。私あとボスだ、ボスボスボス、こいつこいつ、あ、西村だね、西村、Welcome to 西村。西村攻撃力高いよ多分。すごいすごいよ。やめろー、俺が立ち、やめろ、俺が立ち、痛いよ、ちょ、ちょ、邪魔、やばいやばいやばい、明菜さん死んじゃう、俺が助けてあげればこの明菜さんの評価が爆上がりすると思うから。ちょ、待って待って待って、やばい、逃げて逃げて逃げて、また逃げられる、じゃあなんで蹴ってるの。ちょ、俺がこのミカミックスがなんとかするから、そこで見守っておこう、うん、はめたね、お、なんかやばいやばい、これ気力とか体力とかって回復しないんですか、やっぱり宿屋でいないと。あとなんかね、買って、あ、ちょ、お金あげるよ、じゃあやったー、マキナちゃんに、あ、仲間にしておくんなさい。どうしますか、マキナさん、イケメンですか。イケメンじゃないよ、全然、いいえ。お金消えちゃうから、あと回復しないと。あー、お金イエーイ、取れた、今取れたんですかね、なんかわかんないけど、わかんないけど、でマキナさん死んじゃうよね、これ死んじゃう、我宿屋に行きたいもの。やって、リクチュウまで来ちゃったよ、リクチュウ、あれこれ下に落ちるとどうなんだっけ、死んだ、なんか、あ、下のマップに行くんだ、下のマップに行く、下のマップに来て、へえ、すごいな、え、これ溶岩とかあったんだ、何溶岩って怖い、多分死んじゃう、死ぬ、なんでやってんの、死ぬよ。で一応上が体力で下が気力で、はい、あの生き返れない、死んだんだけど、死んだ、マップ変えれば生き返るかな、でお金が減るのか多分、あ、お金が減るんで、あ、なんかすごい、うん、ちょっとお金見よう、で、あ、そうそう、それ、あ、そうそうそう、ほら100ロ、あ、ほんとだ、すごい、なんか半分になるのかな、あー、そういう感じですね、じゃあまずは俺がマキナちゃんのために稼がないと、よし、敵を探そう、敵を探そう、プラスで、プラスで、プラス、違う、プラスで1、そう、あ、またコウズ、コウズゲ戦いにくいからね、どうしようか、来るのを待ってるか、それとも遠征して長門の方まで行くか、あ、来た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 、あ、な、そんなにリアルタイムに来るもんなんですか、うん、で、来たはいいんだけど、はあ、1個の地域につきさ、まあ、何個かマップがあるからさ、はい、そのどこにいるかなんだよね、あ、そういう、うん、長いと3マップくらいあるんで、へぇー、長いな、うどん、あ、あれボスいきなり、ちょ、ここはじゃあ俺に、あ、いたいたいた、ヨノスケ、お手合わせをって、あいつ向こう行っちゃったよ、やっぱ女の子に寄ってくんだね、強い強い強い、やめろよな、強い、ちょっと待って、これ絶対、ちょっと待って、絶対死ぬこれ、ちょ、俺が、いや、こいつには俺の出番でしょう、来んなし、来んなし、やばい、なんで来るなし、来るなし、やばい、強いぞ、ちょ、ほんと強いぞ、なんだこいつ、強いぞ、マキナさんのお金がどんどん減っていくよ、これ、やだやだ、おい、俺に任せろ、レベルはやっぱりあれかな、お金を貯めて、そのアイテムとか、そうそう、レベルを買うみたいな、これどう、このハメ、あ、いや、やばいやばい、おー、どういう戦いなんだこれ、ちょっとよくわかんない戦いですね、いやさ、強いんだけど、どんくらい人もいたの、あ、あっちに投げちゃった、おー、ジャンプ攻撃、痛い、ひどい、投げちゃった、いや、俺も死にそうだな、いや、しかし、この命はマキナさんのためにあるから、ダメだ、命尽きても本望である、もうマキナちゃんのためならいつでも死ぬ覚悟はできている、よし、この手下、今死ね、すぐ死ね、いや、挟んだ方がいい、挟もう挟もう、ちょっと挟もう、あ、ごめんね、あ、死んだ、あ、倒した、お金お金お金、早く早く来ないと、早く取った、起きらんないんだよ、早く来て早く来て、うわ、よし、取った、いくらになった、うん、ほい、
322円すごい、なんかいっぱい稼いでる。すごい。でも死んじゃうから、死んじゃうから、どうしようか。やどやだ、やどや行くか。やずや、やずや永遠に金がたまんないんだけど、これ異界やつ。ちょっとやどに入ろう。ごめん、やっしゃー、いらっしゃいませー、お泊まりですか。泊まるよ。これさ、一人が泊まって一人が泊まらない時ってさ、これどうしてんだろうね。野宿じゃないかよし、泊まろう。おくつろぎございませー。いやー、なんか全然強くなった気がしないけど、あれ、なんかでも俺体力増えてない。あ、増えてる。あ、違う、あれか、回復した量が違うのか。え、そういう、いや、わかんない。増えてる。ちょっと、これ何これ、あ、うどん、うどん、うどんの体力回復か、そうすると。あ、ちょっと回復するんだね、きっとこれ、ううこ、お金によって。あいや、俺もさ、すげえ、これ何十年ぶりだからさ。あ、そうです。本当に芋、うん、うどん、そば、芋、おかしくない買わない。まあ、俺も今体力はあるからね、大丈夫でしょ。強くなりたいんだよね、強く。あの150円の鉄鋼買っちゃおうかな。俺より強いやつを探しに行く。うん、そう。で、町はここだけじゃないから。あ、そうですか。旅立つ？旅立ちます。左の方に旅立とう。左の方。レッツゴートゥー左。手下についてくるんだ。道案内は任せた。なんだよ、男は先陣を切らないとね、やっぱり。あ、そういう。うん、危ないから、この世の中は。あ、そういう。江戸の世の中は危ないから。江戸の世の中。うん。で、河内の国でしょ。河内の国、河内ってどこだか分かんないけど、あ、ほらほらほら、別の商店街っていうか、これ何屋さんだろう。入ってみよう、入ってみよう。飯屋、飯、汁、漬物、芋芋好きだね。買えない。まあ、いらないね。ちょっと敵だな、敵をまた探そう。探しましょう。敵を探してお金を稼ぐ。あんまりお金稼げてないけど。河内、河内から、じゃあ肥前だ、肥前の方に行こう。左の方だね。おう、よし。あ、これどうやってやんだっけ。なんか戻っちゃったよ。あれ、まあいいや。あ、よし。あとこれね、よろしい、こうやってね、入れるか、入れる、難しいんだけど、ほら、え、これ何これ。じゃあ行きましょう。マキナちゃん行きましょう。はい、ついてきてください。なんだろう、あ、持ったまま移動できるんですね。そう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 、で、あれ長門の国に来ちゃったね。長門に来ましたね。ちょ、地図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 、もう常にちょっと地図を確認して。長門がし、こっちか、下の子、下ってなんだろう。あ、マジです。あーよし、痛い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 、なんでこんなんで歯入ってるんだ。ジャンプしていかないといけないから。おほー、で、肥前に来ました。で、肥前に来たと思ったらなんか敵が移動するっていう、ね、あ、そういう、ね、そういうこともあるから。あ、ポケモンなの、スイクとかエティとかですね。そこら辺のポケモンわかんない。あれ、いないね。あとね、隠し店みたいなのがあるの。隠し店、うん、まあ、勝てる。こういうところとかに行くと、なんかいきなり店に入り出すの。え、謎の店なんだよ。バグじゃないですか。バグじゃない、バグじゃない、謎の店っていうの。あれ、マジでいない。今いる、肥前に。いないじゃん。河内じゃん。じゃあ河内に行こう。あー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 、イエーイ、河内行こう。あれ、何これ。下から行くのかな。そういう、どっから来たっけ。なんか面白い形になる。稲葉に来たね。稲葉、白ウサギですね。お、鳥取砂丘。うん、どうみたい。あ、桃だ、桃かな。これはどういうマップの構造になってんだか。絶対これ左行っちゃうよ。下から右へ行く。ほらほら、謎の店。あ、本当だ。何、謎の店。え、何これ。ラクダのキャハンとか。何、ウールのサラシ。高いね。高いっすね。手が出せないわ。出せない、ね、ウールとか手が出せないわ。じゃあこっちじゃない。で、いや、大自然に戻しちゃったよ。
じゃあ肥前、どうやって肥前に来たっけ、そもそも上から来て、でこっからどうすればいいの、ちょっと怖い怖い怖いレッツゴー、でこっから右へ行こうとかやってるうちにまたね敵が移動しちゃうからね、来たあれこれさっき来たよね、来ました、また謎の店へとぶつかってたやついたよね、来ましたねちょ肥前が出れないんだけど、えこれもう一回右行くとなの、えじゃこれずっと繰り返したよね右行くと、うん、謎あれマジで迷ったんだけど、下上行くとまた砂漠に行くんだっけ、で長門の国、あ長門に戻ってきたよ、あここか、で敵は、ほんとチェックばっかで、河内に戻りたいからそのまま右に戻ろう、よっしゃこれで河内だね、河内イエーイ、であと敵を探す、敵殴らせろ本当ですね、ちょっと早い、あれ戦ってるとやっぱりレベルアップしていくのかな、で駿河に戻ってきたし、駿河にはいないよね、トサに行ってる、ちょっともう何なんのこいつらは、トサとかって出ていくんだ、多分左下の方を目指すから、左下一回川に入って川から移動した方がいい、川買うな、こっちは行けるんですか、うん、あ、へで、この上からそのマップに移動したのか下からマップに移動したのかでもちょっと行き先は変わるんで、で結局長門かでも長門から下に行くの、マップの構造をちょっと理解しないと、あそうハマるね、ハマる、今ハマってるからね実際ちょっとどこだ、ここどこだ、戻ります、トサに行くのはどうやって行くんだ、トサ下の方です、うん、下ってこっちの下とか行ける、あーでもあれこか下行けたよ、え下だ、あれ謎の店もしや、あ謎の店レベル75とすごいよ、魔法の着物とか高すぎでしょ、すごいよ、あ自分魚雷ね、自分魚雷強いんだよね、何ですか自分魚雷、自分が魚雷なの、でトサにいる、また例によってもう全然鬼ごっこだよ、あとさよし移動しないうちによし探し出そう、イエイ、どこだ、うわ海だ、海いない、はい、えこれさらに左行くとどこへ通じてるか、アメリカ、あ、痛い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 、動きづらい、ちょっとこっちに行こうよ、よし、ここでしょうか、やばいやばいやばい、ほら、よいしょー巻き添えにしてても金挟めばなんとかなる、よしよしよし、いいお金あげるよ、ありがとうございます、ありがとうございます、これ男は稼がないとね、いやでも俺ひもになりたいから実はひもになりたいから楽です、今女性の世の中でしょう、男性は男性と女性の価値が逆転だよ、そういう感じですか、そう、へい、いけい、ちょっと待って待って、岩とか結構痛いからね、痛いです、ちょっと何やってんの、ここで怪しい関係
怪しい関係ですよ。怪しい関係は俺が断ち切る。投げさせろい。いったじゃ遠くから投げてくれれば大丈夫だよ、多分。岩どっか行っちゃったね。どっか行っちゃった。上がらせない。よし、左のやつは俺に任せろ。ここはまだまだ対処できる。なんかさっきのやつの方が強かったです。ひどくない？イケメンじゃないものの分際で海から上がろうとするなど言語道断。蹴りをね、強くした方がいいと思うんだよね。そうですね。1ってそんな弱かったっけ、マハキック。実際1だからね。マハキック1、あー、なんだ、飛んできた。あ、やばいやばい、また体力がなくなっちゃったよ。あ、ほんとだ。かねまだ敵はいるかな。あ、いるね。こいつは、この姿をしたやつが多分最後の敵だ、わかる。もう、はい、そこはね、もうゲームの勘というか、そういうのが働くようにならないんだよ。そういう。よし、どちら？右か左か。あ、上から出てきた。上を取られちゃうとか。あ、こいつだ、あれか。あの公園にいるやつらだよ。え、知らねえ。ダウンタウンスペシャルの公園にいる名前。やばいやばいやばい。じゃあ俺のさ、蹴り強いよ。やっぱり強くなってるよ。おお、羨ましい限りですな。女の子を守るために強くなってるのか。ちょっと待って待って、2人2人は無理だ。ちょっと助けて。あした、30とか。いや、ちょっと待って、やばいやばいよ。ちょっとね、助かったら死んじゃうよ。へえ、そんなに。か弱い乙女なんだか。やばい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 。よし、挟まれてる。挟まれてるけど。やばいやばい、俺死ぬ死ぬ。待って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 。ああ、こいつらは何ですか。あ、どうした。あ、両方死ぬんだ。お、お金あげるよ。イエーイ。お金あげるけど、もう1セントするごとに418円。また寝ないといけないからね。そうですね。まあとりあえず1回ボスを倒したから、今回これでいい時間なんで、はい、終了しますか。とりあえずプラスをしてメイで記録があるから、記録する。イエーイ。で記録する。イエーイ。バッチリバッチリ記録しました。おー、というわけで、じゃあまたプロゲーマーの道を目指して。おー、これ何回くらいでクリアできるかな。もうどうですかね、これ何が、なんか何をしたら強くなるのか分かんないし。じゃあ俺の頑張る、頑張る。じゃあ俺のマキナちゃんを守る力が強くするんだよ。あ、そういう、そう、そういうやつだから。そういう、うん、大丈夫、私自力で。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もやってきますので、よかったら見に来てください。待ってます。